まあ、でも新入社員の皆さんに僕もこう言うんですけど、私たちの仕事の目的はということを、何のためにこう仕事をするのかというような、まあ、僕は技術的なことを教えるんじゃなくて、考え方をこう教えるのが私の使命だと思ってますので、何のために働くかということで、まあ、ピザクックではだからお客様に満足をいただくことですよ。まあ、2つ目に自分自身の成長と幸せづくりですよというようなことをね、そのために仕事っていうのはするんですよ。だから決してお金を稼ぐ場所だとか生活のためだとか、そういう考えではなくて、やはり自分自身の幸せというのは、やはりこう仕事を通じて自分自身の成長とともにこう味わえるもんだと。だからまあいろんな、まあ、マニュアルもありますし、目標もありますけど、まあ、そういったものをこう、一つ一つ、クリアしていくことによって、達成感だとか、満足感というものをこう味わいながら、仕事の中にこう楽しさとか喜びを、見つけてもらえればいいなという、まあ、そんな思いです。まあ、我が社の社是に「信楽器」っていうのがこうあるんですけれども、要するに、信じる、楽しむ、喜ぶと、まあ、これが、まあ、人に接する、まあ、基本だと、全てはここから、スタートしていくんだというような、考え方を、まあ、常々、社員の皆さんにこうお話を、しているんですけども、まあまあ、私どもの考え方なんですけれども、まあ、デリシャス&ヘルシーという商品開発のコンセプトをもとに、一つ一つのその、なんていうんですかね、商品にこだわりを持ってやっております。まあ、私は食べ物はやはりおいしくないといけないというのが、要するに基本的にあるわけですから、まあ、このやはり基本的なおいしさというものを、だから、大切にしていると。まあ、そういう中で、まあ、健康にも気を配った、食材を使っていこうというような形で、商品開発の部署にはお願いしながら、まあ、その部署がしっかりと私の考えを聞いてくれて、やってくれてる、まあ、そんなおかげではないかなというふうに思っておりますと。